皆さんこんにちは、富塚優子です。今日も不動産と投資についての役立ち情報を皆さんにお伝えしたいと思います。ここ何回かでやってますのは、本当に役立つ法律知識で、ついでに宅建ということで、宅建の問題やその、具体例ですね、ケースなんかを見ながら、皆さんと法律知識を学んでいこうということです。民法の中のですね、代理制度ということについてやっています。あの代理は本当に大切ですので、しっかり覚えておかれるといいんじゃないかと思います。で、無権代理ですね。あの権利がない、こんなこと頼んでないのに勝手にやったっていうことです。で、本人が B ですね。で、代理人が A です。そして相手方 C という、こういうケースを考えます。で、B さん本人はです、ね、全く知らないのに A さんがまあ自分の代理だとして、まあ、C と取引をしてしまったということですね。まあ、これ登記簿とか調べると、まあ、所有者が違ってますので、あれこれ所有者あなたじゃないですねっていうことで確かめることができます。そしてある程度話が煮詰まってきたらですね、この本人確認というのはしっかりやった方がいいと思います。弊社ももちろん本人確認は必ずするようにしています。所有者誰々と出ていてもですね、大変失礼ですがご本人様かどうか確認させてくださいということで、身分証明書のものを見て、で、ご本人ですねということで確認させていただいています。ですね。ですので、本人か、この人がこの、山田太郎さんという人とか、小林花子さんという人かということをしっかりですね、その確認書を持って確認していくということも大切です。で、これですね、実際この代理人がないのに、親戚とかですね、親兄弟友達っていうのもありますね。それでこれを契約を結んでしまうっていうのもあります。本人はもう適宜自分がやるものと思ってやっていたりとかですね、そういうことがありますので、その場合どうするかっていうことですね。ちゃんと登記簿を見て、しっかり書類を見ながらですね、プロの意見も聞きながらちゃんとやっていれば、あまりこういうことは起こらないんですけれども、素人同士でやってしまうとか、あとは、知り合いだから大丈夫だと思ってこれを任せたらこんな感じになっちゃったとかですね、いう話もありますので、その時にはどうするかということです。で、代理権がないのに代理した場合は、本人の追認がない限り無効のものとして扱うというのは、これが大原則です。追認というのはですね、本人が分かりましたと、もうこれはやってしまって仕方がないので、もう私本人としてこれに効力があると認めますということが追認なんですね。過去に遡って事実を認めるということです。で、履行というのは本人に対してですね、じゃあこれを代理人がやってるけどあなたに対して売ったんだからあなたがお金払ってくださいということでお金払うことを認める。あるいはもう、これ私は代理権をあげてないけれども、じゃあ代理としてやりましたということを認めますということで認めるか、それとも自分自身が、やらなきゃいけないことをやっていく、法律上の義務があることをやっていくか、どちらかということになりますね。はい。それでない限り無効なものになってしまうということですので、要注意です。特にご自身がですね、相手方になったとき、その自分が取引をする先様ですね、この本人とか代理って言ってる人たちがどういう人たちなのかということはしっかり見極めてやっていく必要があるということでした。はい、今日もありがとうございました。次回もお楽しみに。